ここね、輪っかがあったらですね、このようにフックにかけれるんですけれども、このような輪っかのない場合ですね、かけれないと。そこでかける結び方を説明しますね。輪っか作って、輪っか作って、重ねる。で、かけたら、これで止まります。巻き結びという結び方です。輪っか作って、輪っか作って、重ねて、これで止まります。ちなみにもう一個ね、簡単なやり方あるんですけど、これでもね、止まります。二つ折りにして、この指突っ込んで、クリッとひっくり返してね。これでも止まりますよ。もう少しわかりやすく。輪っか作って、ロープ下から。で、輪っか作って、ロープ下から。で、上に重ねます。後で作った方の輪っかを上にかぶせるというのがね、ポイントですよ。これを、後で作った輪っかを上。輪っか作る。ロープ下ですね。これも下で、上に重ねるというやり方です。で、簡単なやり方ね、もうちょっと説明しておきますね。こう二つ折りにして、指突っ込んでくるっと回して、ここにかける。二つ折りにして、この指突っ込んで、くりっと回すと。これでも止まります。二つ折りにして、くりっと回して、これでも止まりますね。で、この、輪っか作って、輪っか作ってね。で、上に重ねなかったら、このように外れるんですよ。ですんで、間違ってたらわかります。輪っかを下に重ねてしまったら、このように外れてしまいますんで。輪っか作って、輪っか作って、上。これ止まりますね。輪っか作って、輪っか作って、後で作った輪っかを上ね。これで止まります。